文化放送から生放送でお送りしております田村敦のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストは2009年のご出演以来2回目のご登場となります 自民党衆議院議員の石破茂さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。前回は麻生内閣で農林水産大臣をされている頃にお越しいただきましたけども。二度目の登場、ありがとうございます。随分昔の話。ね、ね <laughs> もうそんなに時間が経ったん、十一年前。ひょいはい はい、前回はあの毒餃子の話とか <laughs> そうですね、あ知らないって今の若い人です <laughs> 餃子食べて大丈夫だからね, <laughs> んねだいぶ時間経ちましたまあ 今回の石破さんが、まあ、総裁選立たれて、まあ、三人で争われてたんですけど、その時に、まあ、厚さんは。三人で誰かと言われれば、うん、石破さんだとうん、うん、おっしゃっておりました。ありがとうございます。いや、でも、石破さん、僕、これを聞きたいんですけど、僕は。石破さんが言ってたことが、あの、三人の中ですよ。一番わかりやすい言葉で、あの、国民に投げかけられてるんで、僕は石破さんを選んだんだっつったら。ものすごいバッシング受けたんですよ。<laughs> <laughs> いや、だって僕も選ぶ権利あるじゃないですか。三、うん、人の中で誰がいいかっていうのは、一人の。 国民として、うん、えー、僕は石破さんがいいなと思ったんですけど、まあ。すごいバッシングにあ。なん,なんで、ど、どんなバッシング。いや、なんでし。 なんで石破さんだけがわかりやすいなんて言うんだと他の二人の言葉ちゃんと聞いてたのか <laughs> 僕は聞いてた上でのジャッジなんですよで他の二人が全くわかんないわけじゃないけど石破さんが一番わかりやすくて僕はすっと腑に落ちたっていう話したら、うん、まあネットで叩かれましていやいやそれは石破さ,さんして待っもういただかなくてももう僕のただのジャッジだったんで、うん、でもなんでそう自民党内の話じゃないですかお三方とも自民党で自民党の総裁、うん 問題を決めるわけですから、まあ、自民党としては一つじゃないですかなのに僕が石破さんをって言うとなんで石破なんて応援するんだん他の二人をんで応援しないんだっていう <laughs> そう自民党がなんか分裂してるような感覚になったんですけどそこは何か,かねこう私もこの仕事やって35年目ですけどね、うん、こんなことは前はなかったね。 やっぱりいろんな総裁選挙を見てきましたけどね、はい、私、最初に当選した時中曽根さんだったけどね、はい、その後竹下さん対安倍さん対宮沢さんとかね、うん、いろんなのあったですよ。はい、だけど こういうのあいつ応援するわけしかなんとかね、うん、そんな言論空間は少なくともそうだな、はい、25年ぐらい前までなかったねうん最近の現象最近の現象なんですね、うん、不思議だったんですよねいやま,まるで僕が野党の <laughs> 方を応援してるかのように、言うから、え、こんな風になってんだと思って。でも、僕の周りの人には、いや、石破さんいいよねっていう人も、まあ、やっぱいるわけじゃないですか。うんうん、で、その人たちとも、なんか自民党がすごく変わってるような気がして、<laughs> 怖いよねっていう感覚になった、ね。そうね、うん、なんか変わったような気がするな。だから、小泉さんがね、うんはい、早爽と登場した時、うん、あの時は橋本さんと小泉さんがやったんですよね。はい。 私はあの橋本さん一生懸命応援したんだけどねあの時はね、うん、だけどその時に小泉を応援するなんてけしゃらーみたいな話はなかったよねそうですね<だ>自民党内の話ですもんねうんうん、うん、だから今回はね多分ねその安倍さん大好きな人がいっぱいいて、うん、でその光景があ、はい、菅さんだと、うん、で岸田さんは安倍さんと仲良しだと、うん、ってなことでそれはそのなんだろう本当に安倍さんの固定的な、うん ファンっていう方は大勢いらっしゃるよね、うん、だからそれを否定する別に私は否定したわけじゃなくて、はい、全然否定す、ね、てるつもりで <laughs>、はい、まあそうするとね後ろから鉄砲打ち上がってバカ野郎みたいな話になるわけね<ー>だから意見を言うと排除しちゃえっていうのは、うん、あのー、なんか最近の傾向かなと思って、うん たりもするんだが、はい、まあそれだけ私嫌いな人もいっぱいいるんよね。<laughs> 世の中には <laughs>。でも自民党の凄さってこう自民党内の中にいろんな意見を持っている人がいてで。 いろんな意見の人がいるのに、一つの党としてまとまるっていう凄さが、国民が選んでる一つの理由だと思うんですけど。その中で石破さんみたいな意見もあって、まあ安倍さん菅さんの意見もあってて、当然それでいいと思うんですけど。なんか分断が始まってるような気るす、ね。なんだろうね。だから昔の自民党って、ね、そんりゃ怒なり合いすごかったですよ。うん、あ当時はね、ね会議室に灰皿がなんかあったりしてね。灰、はい、皿ぶっ飛びましたからね。えーうん、でも、われわれわでね、当時。 改革派だなんつって言っててて言ね、うん、会議を粉砕するぞとか言ってエレベーターの前にバリゲードがあったりね、うんうん、あとはその宮沢さんが総理大臣になった時は、はい、宮沢さんの家まで押しかけてね「うん、宮沢出てこい!」とか言ってねやったりしておったですよ。<laughs> 俺はすごかっただけどそれがね何だろうこういう分断っていう感じじゃなかったね、うん、決まったらみんなそれに従おうねっていう感じだったが今意見言うと、うん なんかかこう,う、ね、左翼とかね、うん、うん反日とか言われて、はい、これは一体何なんだろうねっていう感じはしますけどね。ねぶつかり合う前にもうなんかお互い一方通行で終わっちゃうような空気はありますよね不思議な空間にはなってきたよねって長くいる者としては語り部的に思っている。なるほど まあでも改,改めてどうですかプロフィールの紹介、はい、<laughs> もうちょっとプロフィール <laughs>、はい、いきましょう,う、ね、あの、はい、島田さんがお待ちですから島田さんお願いしますはい石場さんは1957年鳥取県のご出身です慶応義塾大学法学部を卒業されています1968年衆議院議員に全国最年少で初当選80億年じゃないであ 年年歳ですね衆議院議員に全国最年少で初当選防衛大臣農林水産大臣地方創生国家戦略特別区域担当大臣などを歴任されている日本を代表する政治家でいらっしゃいます好きな食べ物は大学時代4年間食べ続けたカレーとコロッケ好きな音楽は70年代のアイドルので特にキャンディーズと 南沙織さんがお好きでいらっしゃる、はい、まあ残りちょっと一分ぐらいなんですけどラジオネーム陽一さんです、はい、石破さんは昔からカレーがお好きだそうですがここ最近ハマっている食べ物は何でしょうか、うん、あのねほとんど北海道でね東京にはないと思うんだけど、うんはい、餃子カレーっちゅうのがあるんですよ餃子カレー,カ,レーカツカレーとかね、うんはい、ハンバーグカレーならわかるじゃないですか、はい これが餃子カレーなんだよね。<laughs> 三好のさんっていう店、結構ね、はい、札幌ラテにはチェーンがあるんですけどね。はい、これ絶妙にうまい。<ー>この意外感。そうですね。ちょっと餃子とカレー。まあ、アンテナショップでそのお店の、うん。 レトルトのルー自体は売ってます。餃子は入ってない。餃子は入ってないです。それ餃子かけて、それかければいい。そう、このいや、その辺の冷凍餃子でもいいんだけど。やっぱりね、この三好の組み合わせはね、本当に感動ですよ。こんなうまいもあんのかよ。餃子カレー。餃子カレー。取り寄せたいね。そうですね。ぜひぜひ。ね、ハマってるためのカレーから離れるのかなと思いましたけど、やっぱり。カレー。漬き詰めてるんですよ。餃子カレーに。さ皆さんからのこの質問。も お待ちしていますはい、まもなく2時です東京浜松町文化放送のスタジオから秋田放送ラジオ福島山口放送高知放送にもお送りしております田村敦史のニュースクラブここで2時のニュースです文化放送報道部鈴木敏夫デスクですお願いしますはいこんにちはお伝えします東京渋谷区で路上生活をしていたとみられる64歳の女性が頭を殴られて死亡した事件ですが、うん 警視庁は障害致死のお互いで現場近くに住む46歳の男を逮捕しました男が興味名都内の交番に出頭したということですこの事件は今月16日の朝東京渋谷区旗ヶ谷のバス停のベンチ近くで住所職業不詳の大林美佐子さん64歳が倒れているのが見つかったもので大林さんは死亡が確認されました近くの防犯カメラには男が何かが これまで詳細は分からないんですが何かが入った袋のようなもので大林さんを殴る様子が映っておりました、うん、ま大変心配だったんですがあの今日午前3時ごろ、ね、現場近くに住む46歳の男が渋谷区内の交番に母親とともに出頭しました、うん、こんなことになるとは思わなかったとこのように供述しているということです。うんうん、つままりり通でりではどううやらなさそうで 警視庁は大林さんと何らかのトラブルになった可能性があるとみて詳しいいきさつを調べております。河野行政改革担当大臣ですが今日 全国知事会員の会長を務める徳島県の飯住家門知事と徳島市で会談を行いました行政手続きのオンライン化をめぐり知事会の協力を要請したものです河野大臣は会談でデジタル化や規制緩和を進める中で協力をいただきたいとこのように述べまして自治体ごとに異なる行政手続きの様式を統一するよう促しましたこれに対して飯住さんはですね協力要請は快諾してその上でですね 高齢者、障害者が取り残されないデジタル社会の構築、これ、重要ですよね、本当ね、うん、が必要だ、重要だと応じました。そして、規制改革やデジタル化に関する国と地方の協議体を分野ごとに設置するよう求めたということであります。これあの、今回、ですねあの消費者庁の,、ね、あの地方拠点も徳島にありますので、まあ、その視察なども行ったということですが、まあ、国と地方ですからね。うん 石破さんが本当に地方創生でずいぶん汗を流してまあ今につながってきてるのかなという感じもすするんですけれどもね、うん、だからねその消費者庁の一部をね徳島に移す時にずいぶん河野さんの力も借りましたあそうです,かですよだから文化庁を京都に移転するっていうのはその時に長谷さんが文部科学大臣だったかなで力も借りました。 やっぱり、ね、お役人ってねなんか東京から離れるの嫌らしいのよね <laughs> う<ん>でね地方創生だって言われてもね、うん、そりゃ役所からちゃんとやってくれよって話なんですよね、うん、でなんで地方にこのやだのって聞くといや子どもの勉強の学力があってそれ文科省言うなよっていう感じはするわけですよねそんなことないはずなんで文化庁でも行ってみればね、うん、やっぱり文化財がいっぱいあるとこで 文化財行政とかねうん、うん、そういうのは現場に近い方がいいに決まってるんじゃないんですか、はい、やっぱりそういうその本当に国変えていこうと思ったら、うん、やっぱり中央官庁がやらないと、うん、中央官庁ってだって日本一のサービス業なんだから、うん、どうやったら国民に身近なサービスできるかなってことを第一に考えるそういうお役人もいっぱいいると思いますけどね。うん まあそういうい、ね、国と地方のまあ協議体を作るっていうのはまあ少しこう、ね、政治のありようも変わってきたのかなという感じがしますよね。ねうん、今までは、ね、国から地方にこう、まあ、命令というか、まあ、あの指令を落としていくような形だったということだと思うんですが、まあ、こういうふうなニュースも入ってきましたそしておしまいにですねアメリカ政府と台湾政府ですが20日新たに創設した経済対話の初会合をワシントンで開催しました。うんうん、今なぜ いう感じですけれどもね米、対双方の当局が発表したものなんですがトランプ政権はサプライチェーン、まあ、部品の調達、供給網、ね、あと 5G から中国を排除する枠組みの構築を進める方針であるということでありますね。ね 中国が軍事と外交の両面で台湾への圧力を強める中トランプ政権は経済対話を開始して台湾を支援する姿勢をアピールし、まあ、いわゆるレガシー政治的遺産を作りたいという狙いもありそうだということでありますこれはあの石破さん、どうううのようにそれはレガシー作りで、ね、あと2月ぐらい続くんですかねトランプ政権が。うん、台湾は何度も言ってるしきちんとした民主主義国家になってきてると思うんですよね。うん 一方において中国は香港にああいうような対応をしちゃったわけでそれはもう中国にしてみれば香港は変戦争でイギリス取られちゃったよねで台湾は日清戦争の後日本に割譲しちゃったよねもともと僕たちのもんなんだよねって意識ものすご強いわけですよね。いいいいいいとととかかか悪う問題じゃななだからそそれでその米中対立みたいなことが決定 定的にになならないようにどうするかっつうことを考えなきゃいかんわけでそれはもう沖縄とか尖閣列島なんて台湾の目と反の先ですからねじゃあそこで軍事衝突が起こらないように中国アメリカどっちも世界一じゃないと気が済まない国ですからねこれえらいことになってきたなと思うんだけども大戦争なんてやられちゃたまらんのでねそういうような火種がないように。 日本としてやるべきこときちんとやる、うん、何も、ね、外国の顔色を伺うんじゃなくて、うん、日本の安全保障っていうのは、うん、日本が考えなきゃいかんことなんです、アメリカが来てくれるから大丈夫って、そういうような簡単な話じゃないんでね。蔡、うん、英文政権側ね、ね台湾側は、まあ、やはりそのバイデン政権にもちゃんとつなげられるようにということでね、うん、あの今から話し合いを、まあ、そういう形を作っていこうと。 いうようなことですけれども、まあ、緊張緩和というのは非常にね、まあ、大事な問題にこれからなるんですよね。ええー、ということで、この時間のニュースは以上です。はい、文化放送報道部、鈴木敏夫デスクでした。田村淳のニュースクラブ、今週のすごい人、今日はゲストに自民党衆議院議員の石橋ゲルさんをお迎えしております。あ、餃子カレー出ました。ちょっと画像をスタッフに出してもらいました <laughs> 想像してた通りの餃子カレー。<laughs> 餃子が三つ載ってますからね。<laughs> <laughs> 全部かかってなくて、うん、こう半分,半分だけ、ね。カレーかけてあったね。うん、半分餃子のまま残ってます、ね。これですね、石破さんがお好きな餃子。いやー、淳さん、カレーダメ<う>僕は、カレーが。 そうなんすよ、たスパイシーなやつが辛いのがダメなんすよね。そうなんすよ。今話聞いただけでもちょっと汗が垂れるぐらいなんですよ。美味しいよこれ。そうなんでしね。久保さんが言うならちょっと一度食べてみますけど。もう次北海道に行くことがあったら、何を置いてもこれ行きましょう。カニよりも餃子、カニよりもイクラよりもね、刺身よりもこれですね。 さあここからは菅政権について石破さんにですねお話を伺いたいと思いますそして日本が抱える今後の課題などもお話聞けたらなと思いますが今年9月に誕生した菅政権ですが石破さんこの2ヶ月間どう見られてますかそそ、うん、それれはは安全運転ですよねの国会答弁私も予算委員会でずっと 見てて、はい、毎回毎回その官僚がメモを出して、うん、総理がそれを読むのがけしからんってまあけしからんという人もいるんだろうけど、はい、アドリブでね、うん、バンバン言いたいこと言って大混乱になるよりは。なるほど それはマシなんだよね、うん、でただその質問にこう A を聞いて B を答えるとかね、はい、B 聞いたら C 答えるとかね、うん、だからそのそういうのやり方じゃなくてん菅総理ご自身の言葉で、うん、本当にその国民に分かってくださいねこれっていう、はい、そういう姿勢がこれからだんだん出てくるといいなと思いますね。うん あの国会の空気感ってどういう感じになってるんですか。あの菅総理があの野党の質問に対してきちんとそそのし 答えが聞きたいんじゃないっていうなんか、ちょっと荒れた場面って出てくるじゃないですか。そんなこと聞いてんじゃないとかっていう時って、その与党側の人たちはどういう空気なんですか。うん、もうちょっとちゃんと言えばいいのにっていう空気。じゃあ、与党側ね、その何言ってんだ、総理の言ってることは正しいじゃないか。うん、とか言って、こういう、その、そういう攻め合い、ね。そうそういう感じになっちゃうわけですよね。昔は昔だって、昔の話ばっかりするようになっちゃったけど。与党側のやじってのは。はい あの総理がね、うん、あるいは大臣が答え間違っちゃった時に「うん、そうじゃないこうだよな」っつってアドバイスする方のヤジってい援護射撃うの こう見学な雰囲気になった時にみんながドッと笑うようなやじっていうのがあってね、うん、ウィットン飛んだ、はい、浜子さん上手だっあとアドバイス型のやじとね<う>騒音型のやじとね、はい、激励型のやじと、ねうん、いろんなやじがあるんだけど。 なんかその最近場内がドット湧くような味はなくなってきちゃいましたよねうんだからそうするとこう委員会室で見ててもそうなんだけど、はい、テレビ見てる方はね、うん、何やってんだろうねこれは はいいう感じになっちゃうのはあんまりいいことじゃないですね。そうですね。ずっと見ててもなんか話が前に進まないんでなんかうんもっとなんかあの菅さんのご自身の言葉であのまあ100%納得するような言葉って僕はないと思うんだけどそれでも質問に対して先ほどおっしゃってた A っていう質問にはやっぱ A の回答がないといけないってやっぱ思うんですけど、うん、だってそのための議会であってね。はい もともと与党の方は数が多いから政府持ってるんで、うん、そは多数決じゃどんな法律でもどんな予算でも通るんですよ。はい、そのこと決まってるんだけど、うん、だったら議会なんていらないじゃないですか、はい、やっぱりそこの予算はこういう意味なんですよ、うん、この法律はこういう意味なんですよ、うん、今問題になってることってこういうことなんですよっていうのを質問してる野党議員の後ろには十何万って国民民がいるんだからね。はい、私は、ね、その議会 のは政府が国民に分かってくださいねっていう場であり、うん、野党だって我々が気づかない知恵を持ってることもあるわけですよ。うん、知恵化してちょうだいねっていうそういう場にしないとあんまり国会の意味がないんじゃないかなと思ったり私はするんですけどね。うんうん、どうううですか島田さん今のの話 <laughs> 聞いいいててそういう国会運営の方が見てみたいって われわれ国民としては思いますけどねやっぱこう反対意見があったりとか違うその知恵なりあった上でそれでも多数決で決めるとか、うん、そ,れその意見も踏まえてちょっと修正しながら作っていくっていうのが民主主義なので、うん、なんかあまりこう木で鼻をくくったような回答ばっかり連発されてしまうと話し合いの場じゃないのかなっていうがっかり感が出てきちゃいますよね、うん、もったいないなって感じしますよね。 わけでしょ、うんうん、何のための議会なんだろうねってことだしそれはもう予算も1円たりとも修正しないとかね、うん、法律も一時く修正しないとかねだったらあんまり意味ないよねって私昔大臣やってた時に本当にこう防衛でしたけどね野党のいろんな知恵借り 与党も野党も議員同士が協力して作った法律ってありますけどね、うん、やっぱり有事法制っていうねそれまでも名前聞いただけでみんなひっくり返って反対するような法律だったけど、うん、やっぱりでもその何だろうね何かあった時に市民を安全に避難させましょうって法律の何が悪いのよっていう話であってねやっぱりそういうもんじゃないだろうか。うん その時はその野党の人と野党の人の,その意見も聞きながら、うん、あの法律変えていく時ってきちんと議論をできてる感覚があって、うん、それで前に進めるわけじゃないですか。でお互いに納得するわけですよね与党も野党も。うんうん、で僕それを望んでるんですけど、うん、その国会運営してる人全般に。うん、だけど今はなんかこう 自民党の中での分断も起きてるし与党と野党の分断もすごいなと思ってうん、うん、ここは埋まらないんですかね、うん、埋めなきゃダメでしょ、うん、埋めなきゃ国会の意味ないでしょ、うん、私たちねそのとにかく野党に精神誠意とお願いして納得してもらいなさい、うん、ということは随分教わりましたですよね。うん、で 賛成ししててもももららううのはは無理でも納得はしてもらおうねと、うん、そしてその与党も野党も言い分違うわけで大臣はもちろん与党から出てるんだけど野党の質問にこう確かにこれはそうですよねとそこの言い分はこうなんだけれどもでもそれにはこういう問題がありましてつってだんだん議論を成熟させていくプロセスっていうのは必要だと思って。 お互いね100対0で、うん、自分たちの言うことが全部飛んだけ嫌だとか言ってたら、うん、それ議会じゃない、うん、そうですよね。うんまあ 言い切れないですけど今はちょっと異論を認めない空気というか、うん、もうそのまま数でいってしまおうっていう空気は正直感じてしまう与ですけど、うん。理解を得るってことが実は国民にこう理解を得ることともつながってるしもそもそもその自民党をあの応援してる。 支援している人にとってはもう最初からまあ話は通ってるわけだから、うん、国民全体にやっぱり納得度があるものって与党の、えー、と野党の議員をどれだけ納得させられるかにかかってるような気がするんですよね。ですよね,なあねだから話がもうありくどいとか理屈 <laughs> っぽいとかいろんなこと言われるんだけど、はい、やっぱりねそういうその場をずっと重ねていくことによって。 はい、<laughs> こう言えば分かってもらえるんだなっていう、うん、大臣の側もそういう能力がついてくるわけですよね。うん、で本当にこうお互い原稿を見ないで調調、うん、発しやり合う時間って楽しいですよ、うん、それは楽しい楽しいって言い方は別にねなんか面白がって言ってるわけじゃなくて、うん、本当にこうやって議論は成熟していくんだなと。で国民の間にこういう意見が確かにあって。 それを踏まえた上でどうやって政府は対応していったらいいんだろうなとか、うん、そういう場なのであってね、はい、野党の論客って言われる人、うん、私たちの頃はねその岡田克也さんとか前原誠二さんとかね、はい、いろんな人がおられましたけどね、うん、そういう人たちの議論っていうのは本当にこう議論のしがいがあったんですよね。うんうん、お互いい真剣勝負っていう お互い突き放すんでもないし慣れ合うのでもなくて、うん、それ真剣勝負だと思うんだな、うん、そういうのが少なくとも15年ぐらい前まではあった今はそういう感覚じゃないですね野党の人はなんかこう、まあ、何かあった時に指摘するっていうのも僕は野党の大切な仕事だとは思うんですけどそっち側ばっかりがこう先行しちゃってじゃあこの共通のゴールってどこなんですか与党と野党のっていうところが見えないのがちょっと。 悲しいなって思っちゃうんですよね。うん、なくどいようだけど、私はね、議会っていうのは。 野党の知恵を借りる場でもあると思ってるんですよ。うん、でそのために野党の皆さんも全国民の代表者として国会に議席を得てるわけだし、うん、で国民からの税金から歳費もいただいてるわけですよね。はい、そうすると野党だって上、うん、げ足取りみたいなことはやめてちょうだいねということだし、うん、政府の方も A を聞かれたら A をちゃんと答えましょうねってことだしそう,、ね、そうしないと国民の税金 使い方としてあまり正しくなないいんじゃないのかし今まさにと言いますかこれは質問ですけどまあ学術会議の任命拒否問題についてはまあお答えを差し控えるという回答をまあ連発されてるんですけどこの石破さんのお考えとしてはどうですか、うんうんうん、これはね私もあの6人任命されなかった人 その全部論文読んでないし読んでも多分私じゃ理解できないと思うんですよね。で、うん、でもななんでこのの人じゃないのかしらねっていう説明は、うん、つまり学術会議の人たちって公務員で、うん、公務員って全国民の奉仕者であるのだからして、うん、いやその与党とか政府のためだけの奉仕者じゃないわけよね。うんうん だからこそ公務員だってことを総理はおっしゃってるわけでしょう。うん、だとしたならば国民みんながの納得するような、うん、そういうような説明ってのはやっぱり必要なんじゃないんだろうか,、うん、か私は任命拒否することが悪いって言ってるわけじゃないんです。うん、それはもう勝中曽根さんがね 拒否ななんんてありえないんだと、うん、それはそのまま通すんだってご答弁なさっておられるけれども、うん、私はその,そのことにそんなにこだわってるつもりはないんですよ拒否することがあってもそれは排除されないなんか変な言い方しますけど排除はされないんだろうけど、うん、でもなんでなのと全国民の奉仕当たる公務員を「うんうん、この人ダメよ全国民のためにならないのよ」 という説明は、うん、やっぱりそのきちんとされた方が国民の納得感は高まるんじゃないか、うん、で私はなんでこう拒否されたか私自身よくわからないんでね、はい、だからそれはそのなんだろう平和安全法制に反対したとか、うん、やはり中国とどうしたこうしたとかいろんなことだって私たち一議員としては確証を持てないわけですよ、うん、やっぱりそのいろんな情報を全部持っているのは政府に決まってるんだから。はい やっぱりそういう方々が国民の放射としての音楽術会議の会員にふさわしくないのであります国民の皆様。うん、説明する相手はあくまでで国民なんでねそれで僕たちはまだ納得というかそのああそういうことだったのかということが腑に落ちてないからだからこうものが前に進まなくて野党の議員はそこをついてくるしでも政府としてはなかなか。 あの明快な答弁がないっていう状態が続いているのはもどかしいなとは思いますけど、ねうん、そこは政治的な立場とね、うん、それぞれの学問における見識実績とこの辺をどういうふうにバランス取って考えるかなんですけどね、うん、私も大臣の時にいろんな審議会の委員お願いしたけれど、うん、学者の先生方にね必ず反対の意見の人を入れてちょうだいってことはお願いしましたよね。そ、うんうん、そしてのの議論の間はでできるるだけ大臣である私が 最初から最後まで話聞きますと、うん、いうことはやりましたけどね、うん、それはそれぞれの大臣のスタイルだから、うん、自分のやり方が一番正しいってつもりはないですけどね石破さんにして総裁選立たれた時、まあ、納得と共感っていうことをまあキーワードにされてまさに今の政治に足りないんじゃないかと思ってまあ訴えられたところではありますけど、まあ、政権が新しくなってもそこはちょっと変わってないのかなという。 うん、そこは断定はしませんしんだ、ねはい、私だって自民党の一員なんだからね、はい、な政府批判するために自民党の議員やってるわけじゃないんで、はい、でもだからねその自民党の政権公明党と一緒に組んでる政権がより広く国民のご理解を得られるように努力しましょうということなんですよだって投票率が5割で得票率が5割で議席を得られるわけだからね小選挙区っていうの、ん、は。25%取れば 議席得られるわけですよ。でも、それだけだったらば選挙を常に勝つことはできない。無党派とかそういう方々もそうだよね。って言ってもらわないと、やっぱりその政権っていうのは安定しないと私は思うんですけどねうん、うん。なるほど。今の新型コロナ感染者数がちょっとね。増えてきてますけども、この先にまあ、政府としてあの必要な対策って。石破さんは何が？が 必要だとそれは経済も大事でね、うん、俺はもう本当に私ライブエンターテインメント議連の会長ってやってるんですけどね、はい、その歌い手さんとか役者さんもそうなんだけど大道具さん小道具さん、うん、照明さん音響さんみんな仕事なくなっちゃってるわけですよ、はい、今全く仕事してないです、ね、<laughs> じゃあどうしたらいいのって話であってね。うん 守るのは社会を守っていくんですよね。うん、医療なのか経済なのかで二者択一じゃなくて、うん、どうやって社会を守っていくかってことを考えたときにね、ゴートゥートラベルやめちゃえみたいなこと言う人もいるんだけど、うん、接触する機会、移動する機会を増やしても、うん、感染する機会を減らしちゃいんでしょ。うん、だから新幹線からコロナが出たって聞いたことない。うん、飛行機からコロナが出たって聞いたことがない。うん それは換気ををちゃんとやっててマスクをしてるからですよねじゃあその音楽でもそうなんだけど、うん、天井の高い大きなホールでね換気装置ガンガンに動かしてですよ、うん、でマスクして「ひろみちゃん!」とかって叫ばなければですね、うん、それはいに広い感染生じないわけよ。 そのまた北海道から九州、沖縄まで全部事情は違うんであって、ね、なるべく、ね、細かい単位で対策を打っていくってこと、うん、だから接触機会っていうかなそういうものは増えるけど、うん、感染機会は減るんだよっていうそういうやり方が日本はあるんだろうと思いますけどねなるほどね。 だから今まあ g o ー o トラベルをただ単にやめるっていうよりかはじゃその細,細かくその場所その場所に合った方法でってことなんでしょうけど、うん、それって知事の権限がすごい必要だと思うんですけどそこはどうですか今そこが行き届いてるというか。 で私の鳥取県なんて、ね、人口56万もないわけで、うん、日本で一番小ちさちな県ですよでもコロナの発生の率なんて全国一番少ないので、ねうんうん、それは知事のところに、うん、これはこうですよこれはああですよという意見が常に届いていて、うんね、平井さんって言うんだけどうちの知事さんは、うん、とにかく2月の時点から、うん、医療崩壊は絶対に防ぐんだと。うんうん、患者さんがいいっっぱいやててきて お医者ささんんやや看護師ババタバタ倒れれたらそれこそここ大変なととだとどうやって医療の崩壊を防ぐかそしてどうやって地域地域の実態に即した対策を打つかっていうそれはね霞が関で見るよりも都道府県に下ろした方がよっぽど実態に合ったやり方はできるはずなんですよ。で知事や市長っていうのは直接有権者と向き合ってるからね。はい だから間違ったことをやればすぐ批判されるわけですよ。うんうん、で議員たちも直接有権者と向き合ってるから、うん、そこにおいて本当に一番あるべき対策が打ち出されていくんだと思いますね。うん、変な対策を打った知事は即座に評判下がっていくからね,ね、うん。決断下されるわけですよね、うん、だからある意味地方任せにした部分がもっとあった方がいいと私は思いますよ。今度はあの 時間があれですけどオリンピックの話も、ねうん、聞きたいですけどオリンピックはどうですか開催されるって司馬さんの中では感じてますかでできたらいいな <laughs> そうですよ、ね、<laughs> としか言いようがないでしょう、はい、けどその最初安倍さんがおっしゃってたのは、うん、人類がコロナに打ち勝った証としてっておっしゃってましたよね。うん もし人類がコロナに打ち勝った証として東京オリパラが開かれたらこんなにいいことはないですよね、うんうん、だけどもうね2021年になるわけで刻々と迫ってくるわけで、うん、じゃあワクチンどうなの治療薬どうなのそしてクラスターが生ずるようなものっていうのは本当にそうじゃないような対策を打ててるの、うん、で あの国体やるわけじゃないからね国民体育大会やるわけじゃないんだからそれはアメリカからもヨーロッパからもアジアからも来ていただかないとオリンピックになんないじゃないですかだからそのために日本さえよけりゃいいんじゃないんだよということだしじゃあコロナをめぐってねアメリカと中国がなんだか罵り合ってるなんてのはあんまりいい景色じゃない。 でですよね、はい、で今朝も韓国の政治家や学者さんたちとだけどこのコロナ対策で日韓が協力することっていっぱいあるんじゃないんですかとかね、うん、でそういうような協力の関係が世界でできていくってことは別に夢物語でも何でもないでしょうよ。うん 話協議してていいいけばいいってことです、ね、こんなやり方があるよ、うん、あんなやり方があるよってうんでね、はいうん、今日も随分と韓国のやり方っていうのは私勉強しましまたですよ、うん、だからもうソウルなんか行かれ、まあ、最近行けないけどね、はい、こう現金でお金払うなんてほとんどしないわけね、うんうん、割はキャッシュルスなわけですよ、はい、今日本はキャッシュレスって3割ぐらいじゃないかしら。うんうん そういう電子データによってきちんと管理をするとかね、うん、でそういうようなやり方それ日本が学ぶところがあったっていいじゃないですか、うん、で日韓って一番近い国が、うん、もちろん歴史認識とか徴用工とかいろんなことはあるけれどそれに台湾も入ればもっといいんだけどね、うん、台湾なんてもう コロナの対策って世界一の優等生だと言われてますけどね,、はい、ねあれだけうまくって抑え込めてるわけですからね、うん、だからねそれが協力して世界にこの北東アジアからコロナの新しい姿を作りましょうってことがあったっていいじゃないですか、うん、私はそうあってほしいなと思いますねなるで、ちょっと最後に1枚メールご紹介したいんですがこちら川崎市てっちゃんさんです 私は石破さんが総裁選に出馬されるたび支持してきました党員票で安倍さんに勝ったこともあるほど党員からの支持は高いものがあり期待を感じます来年菅総裁の任期満了の際には出馬してほしいと思っています来年の政治情勢にもよりますがまた出馬される気持ちはありますか いただいております来年のこと言うと鬼が笑いますから <laughs> だけどその菅政権がまだできてねの2か月ぐらいなわけでそんな時から来年俺がやるぜなんてそれこそね見識を疑われますよ。だからその国民に対する説明の仕方にしても何にしても菅政権がそうだそうだ国民はその通りだよって思ってもらうそのための努力せずに いてね、うん、来年俺がやるぞっていうそういうことは私は言いませんだけど来年出ないとかいや未来永劫出ないとか、うん、いや石破茂はもう終わったのでございますとか、うん、そういうのも変な話じゃないですか、うん、政治っていうのは白か黒かじゃなくて自分のためにやってるんじゃないんだから、うん、自分が本当に世の中の役に立つ人間になれるかなっていう努力を毎日することに尽きるんじゃないですかね。なるほど だからやっぱり俺今日の話聞いてても,もう短い時間ですごい明確に答えていただけるんでこのことを僕はいや石破さんってこうやって端的に説明してくれるから。 僕はリーダーになってほしいなっていうことを理解してくれない人がいるっていうのがやっぱりなんかいやどうですか端的には答えてもらえますよねどの質問もあとなんか濁したりもしないじゃないですか、うんうん、これメールえドジでのろばな教官さんですけど足立区の方ですね政治音痴の私ですがまさしく厚石さんがおっしゃった分かりやすかったという意見と同じで石場さんのお話は分かりやすく我々一般人にもとても身近に感じられる数少ない政治家さんでいる いらっしゃると私は感じています、うん、というメールをいただいているのわかりやすくしゃべるのがいかんのだって人もいてですねそうなんですか,か政治家はわかりにくくしゃべることが腕なんだって言われると<ー>そうそうですかね <laughs> 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 そんな注文つけられたらちょっともうどっちうよね、うん、でも僕は分かりやすい説明をしてくれる政治家の方が増える方が日本国民にとってはあの、うん、いいことだと信じてます言えないことも言っちゃいけないこともあるんでね、うん、そこんところは見極めながらしゃべってるつもりですけど。はい いや,いやまたぜひね機会が今度は十一年空けずにねそうですね <laughs> もっと短いスパンで僕もその間にあのカレー餃子の方餃子カレーの方は食べときますね食べてください東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村俊のニュースクラブここからはメールコーナー俊の部活です今日のテーマはこちら <laughs> あなたは何オタク？さあではリスナーさんからのメールをご紹介しましょう <はい S 2> これまあ 石破さんきっかけのねそうですねあなたは何オタクですか、うん、っていうメールテーマですけどこちら大阪フラジオネームジャクサンセイトさんです、うん、オタクと堂々というのが恥ずかしいですが私は自称プチエスカレーターオタクですーーーメーカーのサインがなくてもステップの黄色い枠のデザインを見てあこれは三菱製こっちは日立製とわかるくらいにはなりました <laughs> 機会があれば三菱製のスパイラルエスカレーターに乗ってみてください、うん、文字通り螺旋のエスカレーターで眺めて<ー>乗って大感動です三菱なんだぐるぐるぐる,っと,ぐる,ぐるっと回ってるのねる上海にあるんですか上海にあるんですか四日市でもありましたけどねこういうのが一番大きいのは上海こそれは三菱が作ってるんだ曲線に合わせてカーブのエスカレーター エスカレーターってあの右を開けたり左を開けたりして、うん、通すようにしてますけど、はい、あれ乗ったら歩いちゃいけないらしいですよ。<laughs> どの道ねはいみんな歩いていくけど開、うん、いた方をね、うん、歩くために開けますとそあれ開け,開けない俺は開けないようにしてんだけどやっぱり後ろから「うん」って言われるから、うん、そうされるとやっぱよけるよね。けてて俺の横を通っていくときに 急いでるなーっていうようにしてるんです言わなくていいじゃないですか。なんか一言言ってやりたくなるんですよね、うん。田舎はあの文化ないん私あそうで私熊本なんで、うん、高校三年生の受験期に先生からみんな受験でこう関西とか東京行くとちゃんとエスカレーターは片方に前の人に習ってなら あの寄ってちゃんと立つんだよっていうのになるね。指導、えー、は高三で。熊本の人はでも熊本の人の使い方がそれは正しいんですけどね。まあそうです、ねはい。エスカレーターって歩いちゃいけないんだから。うん、みんな歩くよね。まあ、これ聞いてて歩いてる人一回自問自答してほしいわ。歩,ね、歩いちゃいけないんだもんあれルールで。歩いちゃいけないですね。階段使えばいいのにね。急ぐ人は。うんまあ、もうめっちゃ危ないのよ。 急ぎは、ありがたいですけどね、片っぽ空いてるとね。<laughs> いやー、いやだね。なんかもう危ないもん、下りは特に危ないよ。下りはね。ね急いでる人のせいで、こっちがさ、ーまあ、ボーンと肩とか当たったら、突き飛ばされるっていう。下りはね、あんな後ろから突き飛ばされるなんて、本当。確かめちゃ、殺人行為だよ、あれ。<laughs> まあ、でも、なんか大阪行った時に、うん、えーっと、右。 <laughs> <laughs> 東京帰ってきた時に左確認して乗ってますけどねあれ誰か一人ずつつけないとねエスカレーターにもう文化として根付いちゃってるから <laughs> 一回リセットどのメーカーさんも歩くなっててんのよ。うんうん、誰なんだあれ歩き始めた <laughs> <laughs> ラジオネームゴンちゃんさん。 えー、私は山登りが大好きで日本百名山をすべて登っていまして、うん、百名山のルートオタクだと自負しています。うん、例えば コースのどこに何がありこういうところに注意した方がいいとか山小屋だったら何号室が景色がいいとか、えー、日本百名山に書いてですがすぐに答えられますいやもう本出すべきだね、うん、<laughs> こういう人だよねこういうお宅の人がその山登りを好きになってもらうための本を書いてくれるといいよねねこの眺めがいいですよみたいなのね、うん、いい情報ですよねねえ こういう人と出版社の人がマッチングするみたいなねだって日本に才能あふれた人いっぱいいるんだからその人となんかメディアをつなぐみたいなそういうアプリ作りたいな <laughs>、うん、いいアプリですね、うん、いや金にもなりそうし <laughs> 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 つなげたい本当なんか好きなことがそれで仕事になってっていうね、うん、しかも多くの人に有益な情報を伝えられるっていううんいろんな人にチャンスがあるのは、ね、いいですよねいいですよね、はい えこちら川崎市多摩陰居さんです60歳の方私は空き家オタクです全国各地に旅行するたびその土地で人々がどのような生活をしているか観察してきますその中で空き家を見るのは楽しみです都会の小綺麗な街では閉店しても次の店が入り看板は次々と書き換えられ無用な張り紙はあっという間に剥がされますしかし地方に行くといろんなものが残っています閉店しても 空き店のままのところが多く看板や張り紙が残っていますかつてそこで夫婦や子供たちが潤いのある生活を営んでいたであろうことや現在その人たちの生活を想像して思いを馳せます私の今住んでいる家も30年も経てば廃墟になっているでしょうその時廃墟の前に佇んでそこで生活していた私のことを想像している誰かを想像するのも楽しみですめちゃめちゃおもろいじゃん やっぱやろうかな俺 <laughs> オタクとメディアをつなぐ仕事だってその人の本も読みたいよ俺、うん、どういう想像するかねあそうそうどんな空き家があってここにはかつてこういう家族がいて,てそんななんか感動しまくるような本 <laughs> <laughs> うわやりたいことが多すぎるなね修士論文仕上げないといけないんなラジオネーム全裸に天がっぱさん、うん いつもめちゃくちゃ楽しくコーチ放送で聞いています。ありがとう 私は般若心経オタクです、うん、休みの度にお経をあげに行きますお寺に行けない平日も運転中や入浴中に暗唱しています、えー、大きな声で般若心経を唱えると瞬間的ではありますが不安や心配事がすべて吹っ飛びます、うん、最初はお経なんて脱性と思っていましたが今では般若心経抜きの人生なんて考えられないほどハマっていますあつさんもお試しあれ話聞きたいな、えー、直接、えー 本出したいな <laughs> 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 初めての般若心経初めての般若心経入浴中の般若心経ありそうなタイトルですけど入浴中の般若心経ないこれはないでしょうねこれは初めてでしょうね入浴中の般若心経これはないタイトル入浴中のシリーズみたいなねできそうです入浴中になんかね一つ物事を追求していくっていういいシリーズゆっくりしたいな俺入浴中ゆっくり般若心経ふしちゃうじゃん 白旗出してそうか半夜診療チンですよね半 <laughs> ちょっとここまでしか <laughs> 昔言えたのよなんかなんか、ね、でか友達とやったのにな覚えたのにな、うん、これもいつか覚えるとね記憶のトレーニングにいいかもしれないですえー、お おぼうぼうまんさんです。ぼうぼう横浜の方です。私はビンビールのラベルを集めるマニアです。えー、今年で丸八年になりますが、その数は千枚を超えました。うん、ビール会社の社員でもなく、ただのビール愛好家のため。ラベル一枚と言いましても、千枚分はそれなりのスペースにもなってきました。そこで、ラベルのコレクションを継続するのと同時に、デジタル化をしようと、うん、自費出版で。 ビールの図鑑を昨年から制作始めこちらも三冊目になります、うん、皆さんもご存知の通り日本のビール会社といえばキリン朝日札幌サントリーを思い浮かべると思います、うん、私は友人とたまたま飲みに行ったバーで飲んだアメリカのクラフトビールのラベルデザインがとてもスタイリッシュ感もありながらユーモラスさもあり魅力にはまっていき現在に至っています 昨年は一週間、アメリカにただビールを飲みに行くという贅沢な一人旅までしてきました。あ、<laughs> いいな。一体このクラフトビールのラベルのコレクションはいつまで続くのか、私にもわかりませんが。一枚からコツコツまた集めていきたいなと思います。<や>一,緒一緒やってほしいね。うん、だって幸せだもんね。自分の好きなことはね。うん、辛くなったらすぐやめてほしいけどね。<laughs> 辛いんだら。義務になったらね。うん、なんか義務感で楽しくないなってなったら、もう。それはよくないね。うん いやだからそういう細かいことを突き詰めるやっぱオタクってすごい魅力がね、うん 詰まってるじゃん。寄養犬の弁当の食べ方を図鑑にしてる人知ってる？え知らない。食べする。そのなんか寄養犬のあのご飯とかのあのブロックあるじゃないですか。うん、あれ全部番号振っておかずにも番号振ってあなたは何番からどういう風うに食べていくかっていう。うん、著名人の寄養犬の弁当の食べ方をこうまとめてる本があって。面白い、うん。面白いのよ。考えつくんな。なあ、うん、いろんなこと。確かにあのご飯がブロック化されてますからね。あれ個性出ますよね。うん 順番もねそうでシューマイもどこのシューマイから取っていくかでなんか人ってなんか個性が現れるなっていう本ねあれ一番困る <laughs> アンズもねアンズをどこでいくかとかねうん、うん、最後にスイーツ感覚でとかっていう人もいるのよでも俺最後にあれアンズ入れちゃうともうアンズの 口で終わっちゃうから、うんうん、最後は俺やっぱシュウマイで締めたいっていう。うん、<laughs> これは俺の食べ方。僕も杏を食べた後に、たけのこ全部。<laughs> 平らげますね。ねほら、<laughs> みんなそれぞれあるんで,ですよね。<laughs> 食べたことあるでしょう。で、当然、多分癖みたいなのがあるはずなんですよ。 あるんでしょうね。うん、ご飯とかだと、確かになんか、絶対左上の方から食べる。<laughs> ほら、<laughs> あるんですね。ご飯もどこから攻めるかって、それぞれあるっていう。うん、その本面白かった、ね。<laughs> いや、面白い、読んでみよう。<laughs> う今週のあつや部以上になります。はい、山口県周南市、ラジオネームゆずとはちみつさん、四十四歳女性の方からいただきました。我が家の隣は、去年から空き家になっています。庭には、前の人が住んでいた時に使っていた物干し竿などが出されたまま。 これまでは特に気,も気にも留めていなかったのですが、この間、台風が接近した時、このままだと危ないのではと気づきました。物干し竿が風で飛んできたら大変だ。そう思って、私は空き家の庭に入って片付けました。台風が過ぎ去った後、空き家の持ち主が家に来ました。物干し竿が片付いてるけど、動かしたのはあなたですか？そう聞かれたので、私は事情を説明した上で、庭を片付けた旨を伝えました。 すするとと相手は不法侵入だと騒ぎ始めたのです、うん、片付けていなかったら我が家は被害を受けたかもしれません。なのに私の行動は不法侵入になるのでしょうかあいむずいな。ーいやー人間として正しいことをしているなと思うけどでもそれは法律の世界では正しくないっていうパターンではないです。ま 侵入したことは事実でしょうけどこれはお隣さんとしては許される範囲な空き家ですからね空き家というかもうほったらかしになってたわけですからその住んでる時に入っていて物干し勝手に動かしたらやっぱそれはちょっと隣の人も気分良くないでしょうけどこの時点ではいなかったわけですから持ち主がそういうこすよ 空き家で、うん、明らかにが。空き家だったら、空き家だったらいいってこと。空き家だから、まあ、上場酌量の余地はあるという。<ー>いや、俺、空き家でって、まあ、でも、はい、ついいけないようがする。まあ、かがでしょうか。ではい、空き家であろうと、同意なく、勝手に他人の家だったり、その、お庭敷地に上がり込んだ場合には。住居侵入罪が成立して、三年以下の懲役、または、十万円以下の罰金になるが。そうなんで、だから。<laughs> 原則 ただこの住居侵入罪っていうのは正当な理由がある場合には成立しないとうなんですかまあ今回のケースみたいにそのもう台風が来そうで<ー>物干し竿が飛んできたら自分のところの、まあ、安全だったりとか財産が侵害されるというような場合に、まあ、自分の権利を守るために入るこれは正当な理由があるっていうことになりますのでこういう場合にはさすがに。 不法侵には清滅しない。そうなんですか。はい。空き家で、空き家でも他人が管理してたらもちろん勝手に庭に入ったりしていけないんですけど。ただ今回は仕方ないと思いますね。じゃあ懲役を免れました。懲役、懲役は危ないね。入るとこだったね。入るとこでしたね。難しいな法律は。まあでもちょっとなんかホッとしました。そうね。こんなにニュウたら。 もしやってしまってたらちょっと今ホッとした。でも入んない方がいいんでしょ。極力はね。はまあそうです、ね。あ飛んできそうだなと思うけども、<ー>仮にも飛んできたとしたら、こっち側が訴えを起こすぐらいでいるしかないんですか。いやでもさ。 物干しとか看板とか最近空き家で危ないものもあるんで、うん、そこはちょっとやらないと本当怪我したりしますから状況を見極めつつですね、うん、このコーナー悩めるあなたからのメールファックス受付中です以上今週の悩める人でした田村敏のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週はお笑い芸人のパックンことパトリックハーランさんと 立憲民主党副代表の辻元清美さんをお迎えして国対委員長の仕事歴代総理を国会で追い込む追求力について伺いたいと思います。えー、ツイッターありがととうございますこちらとてもさん 石破さん優しい口当たりで「日本のこれから」って絵本を石破さんが朗読してくれてるみたい <laughs> 耳なじみが良かったんですね、えー、こちら秋年加藤さんから「安倍政権以降の場合分かりにくいのではなく分からせないように答弁し始めたそれが今に至っては当にも分かっていないので聞いていて分かるわけがない」です <laughs> すごい達観してるよね。うん、俯瞰的総合的な<断>。は観点でね、見ていらっしゃいますね。うん、たくさんのツイッターありがとうございました。いかがでしたか。あ、もう時間ないか。三十秒ぐらいですね。うん、石破さんと対峙してみて。いや、でも、あんなに反対意見をこう取り入れていこう、取り入れていこうという方だと正直思ってなかったので。うんね、すごい新しい。 角度で石破さん見れましたね。調和していこうっていう人なんだけど、なんかキャラ的にこう自分の意見は曲げないみたいに思われてますよね。でまた俺がこうやって擁護してるとあいつは石破だみたいなって。<laughs> なんか本当に政治の話ってしづらいよね。<laughs> うんうん、また来週辻元さんですから、ね。そうですね。いろいろと聞いてみましょう。<laughs> はい、ではこの後は親父パッション。